皆さんこんにちは。ゲゲゲの女房で有名な俳優でおなじみの中村康志妃さん。中村康志妃が突然死、本当の死因や結婚できず同性愛者の真相について紹介します。まずは中村康志妃さんの経歴とプロフィールから紹介します。中村康志妃は俳優です。1972年11月15日生まれ、大阪府出身です。武蔵野美術大学在学中より自主映画制作に関わり、同大学の佐藤慎介が初監督を務めた16ミリ映画領内厳粛にスタッフとして参加するとともに、トンを読む浪人生役で出演しました。同作品が1994年の PFF アワードでグランプリを受賞し、劇場公開されたことで劇場映画デビューを果たしました。武蔵野美術大学の大学院へ進学し、造形研究科デザイン専攻映像コースを修了した後、佐藤慎介が脚本を手掛けた映画東京夜曲、映画ざわざわ下北沢などに出演し、本格的に俳優としての活動を開始しました。鈴木拓司、矢口忍が共同監督を務めた映画パルコフィクションや、インドー一新監督の映画ジョゼトトラと魚たちなどへの出演を経て、2005年の内田健二監督の映画運命じゃない人に主演して一躍注目を浴びました。その後も数々の映画や連続テレビ小説ゲゲゲの女房、ごちそうさん、謎解きはディナーの後でなど話題のテレビドラマへ出演しました。2007年からは NHK のコントバラエティ番組サラリーマンネオにレギュラー出演しました。身長は166センチメートル、血液型は O 型です。特技趣味は野球です。2024年7月10日急性心不全のため死去しました。51歳でした。訃報は同月14日に所属事務所を通して発表されました。生涯独身でした。俳優の中村康志日さんが2024年7月10日に急性心不全のため51歳で亡くなられたことが7月14日に明らかになりました。同日、所属事務所であるザザスが公式 X 旧 Twitter を通じて発表しました。所属事務所は関係各所並びにファンの皆様へと題し、弊社所属の中村康志日が2024年7月10日に急性心不全にて急逝いたしましたと報告しました。発表の中で事務所は、急な訃報にご親族並びにスタッフ一同未だに現実を受け止めることができない状況でございますと続け、突然の別れに対する深い悲しみを表明しました。心不全とは、心臓が全身に血液を送り出す機能が弱まり、その役割を十分に果たせなくなる状態を指します。急に発症する急性心不全と、徐々に進行する慢性心不全があり、急性心不全は過度のストレスや心筋梗塞、不整脈、弁膜症などが原因となることが多いです。特に急性心筋梗塞がその主な原因とされています。代表的な症状としては、激しい呼吸困難や血圧の低下があり、前兆なく突然発症することが特徴です。中村康志日さんの葬儀告別式は親族の意向により近親者のみで執り行われました。中村康志日さんは映画運命じゃない人で主演を務め、その演技力で観客を魅了しました。この映画はサスペンス要素のあるラブコメディで、カンヌ国際映画祭の批評家週刊に正式出品され、国内外から高い評価を受けました。中村さんが演じた日本一いい人と2000万円をめぐる一晩のドタバタ劇はサスペンスでありながら心温まる部分も多く、中村さんの演技がその魅力を見事に引き出しました。中村康志日さんの突然の訃報に多くのファンや関係者が深い悲しみに包まれています。彼の功績や人柄を忍び、多くの人々がその冥福を祈っています。俳優の中村康志日さんが2024年7月10日に急性心不全のため亡くなったことが分かりました。世間では驚きと悲しみの声で溢れています。そんな中村さんはご結婚されており、奥様やお子様はいるのかと気になる方も多いかと思います。中村康志妃さんは結婚はされておらず、生涯独身だったことが分かっています。そのため子供もおりませんでした。中村康志妃さんは過去に熱愛スクープなどの情報も一切なく、生涯独身を貫かれたようですね。おそらくはお仕事もプライベートも順調で充実した生活を送られていたのではないかと考えられます。中村康志妃さんの子供は何人いるのか明らかになっていません。中村康志妃さんは生前に子供について語ったことがなく、そのため今後も彼の子供に関する情報が出てくることはないと予想されます。中村康志妃さんの家族構成に関しては、結婚しているかどうかも明確ではなく、独身の可能性が高いとされています。ただ過去に中村さんが自身の好きなタイプについて言及したことがあります。彼の理想の女性像は、一緒にいてホッとする人、柔らかい印象で女性らしい言葉遣い、その人らしい美意識や佇まいを持つ人というものでした。結婚はしていなかったと推測されますが、もしかすると籍を入れずともこの条件を満たすパートナーがいたのかもしれません。
ネット上では大島優子さんが元カノなのではという噂が立ったこともあります。しかしこれはデマのようです。噂の発端は大島優子さんがブレイクする前に出演した映画での共演時、中村康志さんが彼女に対して丁寧に挨拶し、そのプロ意識を高く評価していたことにあります。このエピソードが誤解を招き、熱愛の噂が立ったようです。実際、大島優子さんは2021年7月29日に俳優の林遣都さんとの結婚を公表しており、もともと交際していたという噂を完全に否定することはできませんが、信憑性のある情報とは言えません。このように実際とは異なる情報がネット上で広がることは珍しくなく、その影響力の大きさを感じざるを得ません。中村康志さんのプライベートに関する情報は非常に限られていますが、その人柄やプロ意識の高さは多くの人に知られています。彼がどのような人生を歩んできたのか、そしてどのような人々と関わってきたのかは今後も興味深い話題として語り継がれることでしょう。中村康志さんは2005年に映画『運命じゃない人』で初主演を務められています。中村康志さんはこの映画で日本一いい人を演じられています。人から頼み事をされると断ることができず、人から言われたことはすぐに信じてしまうという典型的ないい人の役です。誠実でいい人そうな中村康志さんにぴったりの役柄ですよね。この映画はカンヌ国際映画祭で脚本賞や批評家賞などの4つの賞を獲得し、主演だった中村康志さんも注目を浴びます。また作越えという映画では俳優の弓削智久とダブル主演を務められました。その他の代表的な出演作品にはジョゼトトラと魚たち、謝罪の王様、映画ピリギャル、日本の一番長い日などがあります。中村康志さんは NHK のドラマにも数多く出演されていました。大河ドラマでは軍師官兵衛、青天を衝けに出演され、連続テレビ小説ではゲゲゲの女房、ごちそうさん、エール、舞い上がれといった作品に出演されています。また NHK のコント番組サラリーマンネオには2007年から2011年までレギュラー出演されていました。その他 NHK の土曜ドラマスペシャルメイドインジャパンや BS プレミアムの妻はくのいつなどにも出演されていました。中村康志さんは民放のドラマにも数多く出演されています。代表的は作品としては遺留、チームメディカルドラゴン、コードブルー、ドクターヘリ緊急命、ヒーローアンナチュラル、スペックなどがあります。最近では昨年放送されて話題になった不適切にも程があるや、今年放送されたばかりの院内警察に出演されていました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。ジャパンや BS プレミアムの妻はくのいつなどにも出演されていました。中村康志さんは民放のドラマにも数多く出演されています。代表的は作品としては遺留、チームメディカルドラゴン、コードブルー、ドクターヘリ緊急命、ヒーローアンナチュラル、スペックなどがあります。最近では昨年放送されて話題になった不適切にも程があるや、今年放送されたばかりの院内警察に出演されていました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。